過去50年間、ホスコグループは手強い課題を克服することで、強いコミットメントで歴史を作り、世界で最も認知されている鉄鋼メーカーの一つになりました。今日、ホスコグループは世界トップのプレミアムスチール製品で、より良い生活水準と持続可能な未来に貢献しています。さらにホスコグループは世界最大の鉄鋼会社を超えて、ビジネスエリアを新しい材料、エネルギー、建設、貿易、ICT に拡大しています。ポスコは自分たちが実行するステップは必ず世界の経済成長に貢献できると自負しています。よって2011年にタイで唯一の冷感圧延ステンレス鋼メーカーであるタイノックスステンレスパブリックカンパニーリミテッドを買収し、新たにポスコタイノックスパブリックカンパニーリミテッドとしたことは価値のある投資であったと思います。それ以来、ポスコタイノックスは現在に至るまで優れた売上高を示してきました。これは年間を通じて常に成長し、結果として生産量と販売量の実績に反映しています。当社の工場はタイの製造の中心地であるライオン県のライオン工業団地にあり、最新技術を駆使し、世界と遜色のない生産が行われています。従業員の安全と福祉は製造手順において最も優先される事項の一つです。製造は連続周ドン三線設備 HAP ラインに熱間圧延された黒いコイルの小ドンと三線から始まり、ステンレス鋼の白いコイルを製造します。その後、白いコイルが前ジミアミルに送られ、顧客の要求に応じて様々な指定の厚さの冷間圧延されます。ステンレス鋼の冷間圧延コイルは後に機械的特性を調整するために APF ラインで小鈍され 2D および 2B 仕上げになります。あるいは冷間圧延コイルを後期小鈍設備 BA ラインに加工して光沢のある後期焼き生し仕上げにすることもできます。その後、焼き生しされたコイルは滑らかさおよび表面状態を調整するためにスキンパスミル工程を受けます。ステンレススチールコイルはお客様が指定した様々な表面パターンに応じるために、ヘアラインやナンバー4仕上げなど適切なコイルポリッシャー設備 CPL を使用します。必要な表面状態になったステンレススチールコイルはお客様の要求に応じて様々な寸法のコイル、スケルプ、およびシートにスリットまたは先端されます。すべてのプロセスは品質管理の専門家によって厳密に管理されています。お客様により良いサービスを提供するため、2013年にチョンブリ県のアマタナコーン工業団地に社内サービスセンターを設立しました。POS TSPT として知られ、多様な製品を提供することでお客様をサポートしています。無限の可能性を追求し、常にお客様の期待を超える製品とサービスを研究開発しています。すべての製品は最先端のラボで定期的にテストおよび検査され、厳しい基準と要件を完全に満たす優れた品質の製品をお客様に保証しています。ポスコタイノックスのステンレス鋼製品は家庭レベルから産業レベルまで国内外のさまざまな顧客の要求に応えるために製造されています。ポスコタイノックスの製品範囲には以下が含まれます。オーステナイト系ステンレス鋼はその優れた特性と多様な用途で最も人気があり、建築工事、食品および
医療機器から産業用機械及び工具にまで使用できます。当社のフェライト系ステンレス鋼は家庭用品、電子機器、自動車部品などの室内での使用に非常に適しています。ホスコタイノックスでは相互信頼と尊敬に基づく健全な企業文化が成功の鍵です。従業員の仕事と生活の質を高めることは当社の成功のもう一つの鍵です。ホスコタイノックスは変化するライフスタイルと対応し、仕事と生活のバランスを促進し、家族に優しい会社になるために強力な努力をする職場環境を作り出しています。私たちは従業員の幸福が会社の成長の鍵であると信じており、そのために従業員を最優先することにします。責任ある企業市民としてホスコタイノックスは様々な社会貢献活動に従事しています。私たちは事業を行う地域社会のケアを共有しています。私たちは未来の世代の繁栄と隣人の夢を支えます。ホスコタイノックスパブリックカンパニーリミテッドは常に新しいステンレス鋼の革新を開発しています。社会的責任のある企業の模範を示しつつ、産業部門におけるタイの競争力を強化し、ホスコタイノックスの企業市民権とともに豊かな未来を築くことはナンバーワンの使命となっています。 With POSCO We are the POSCO というビジョンで述べられているように、お客様を支援し相互の成功のために明るい未来を一緒に構築する準備ができています。